の1です。今回はですね、人と比べるっていう行為について2つ皆さんにお伝えしたいことがあります。で、まず1個目はですね、人と比べるっていうのを、多かれ少なかれ、一度ぐらいはね、最低1回はあると思うんですよ。自分だって毎日してますけどね、人と人を気にしてしまうので。で、人と比べるっていう行為に関して、ネガティブな印象を持っている方、特に中高生はすごく多いと思います。だから、相談とかでも、人と比べないようにするためにはどうしたらいいですかとか、人のことを気にしないようにするにはどうしたらいいですかなんていう質問とか相談が結構来るんですよね。で、まず、じゃあなんで人と比べるって行為にネガティブな印象がつきやすいかって。ネガティブなことじゃないと思うんですよ、別に。だって、人と比べてしまって、それで負けて、例えば事実として負けてしまうと。負けた時に人と比べてさ、負けちゃって、でも、うわ、絶対次負けねえからと。こんちくしょうと思って、それが頑張るエネルギーに変わったら、いや、全然悪いことじゃないでしょ。でもなんでそのネガティブなイメージがつくかっていうと、人と比べた時に基本的に自分が負けるんですよ。中高生の比べるって行為って。だから、自分より優れた人、優れたかどうかわからないんだけど、ある項目を着目して、例えばテストの結果なのか勉強時間なのかわかんないけど、自分より優れてるとこだけを気にしてるから、自分が負けるんだよね。負けるから、あ、自分はあの子と比べてやっぱりダメなんだって落ち込むんですよ。結果として比べるっていう行為が落ち込むって行為に繋がっちゃってるから、だから比べちゃダメなんだってなってるんだけど、そうじゃなくて、比べるって行為は別に構わないと。そっから落ち込むって、自分を落とすっていうところに行っちゃってるのが問題だよねって。最終的に、おっしゃ頑張ってやれよって、ふうに持ってければ、それは問題ないわけなので、そこの視点をちょっと変えてほしいなってのがまず1個。ただ、今回ね、伝えたいのはそっちではなくって、夏休みにね、いろいろ相談が来るわけなんですけど、今のこの時期って、例えば、テストの結果とかなかなか出てこないじゃないですか。で、テスト結果で、例えば自分よりね、あの子には絶対負けたくねえって子がいると。でも負けてしまったと。悔しいですよね。当然負けてしまって、比べて負けたらさ。だけど、それを、負けてね、だからもう、一回負けちゃったらさ、あ、もう絶対ダメだとか。そうなっちゃダメですよ、絶対。ダメですけど、その、事実として負けたと、数字で負けたってなった時には、当然さっきみたいに、次は負けねえぞと。だから受験で言うんだったら、模試で負けたって構わないわけですよ。だって模試で負けたって何も影響ないじゃん、合格不合格に。受験本番、最後の本番の時に勝てればいいんだから、負けを経験して勝ちに持っていけばいいんだからさ。そう、そこはやっぱ切り替えてほしい。ただ、この夏休みに来る、比べちゃう行為ってそこじゃないんですよ。得点じゃない。じゃあ何で比べるかっていうと、勉強時間で比べるんですよね。この相談がめちゃくちゃ多い。で、なんでかっていうと、俺も33なんで、自分が学生の時っていうのは、スマホとかなかったわけ。ネット社会じゃなかったから。だから、例えば友達とか知り合いに会った時にさ、やっぱたまたま会ってね、受験生だったらさ、お前どのぐらい勉強してんのみたいな聞くんですよ。で、このぐらいって、やっぱ俺これしかしてねえよってなってる、そういう会話はありますけど、今の子たちって、普通にスマホがあると。で、勉強赤とかツイッターでもあるし、アプリとかでさ、今日の勉強時間とか公開できたりするじゃないですか。多分 LINE グループでそういうみんなで励まし合ってやってる子なんてもいるらしいんですけど、だから、情報として周りの子がどれだけやってるかっていうのが入ってくるんですよ。俺らの時はなかったですけど。で、入ってきて、だからそれでさっきと同じように、それを見て私も頑張ろうとか、俺も頑張ろうになるんだったら、全く問題はないんだけど、何がまずいかって、その情報だけ、あの子は3時間今日やったって情報が入ってくる。でも自分が1時間しかやってなかったと。その時に比べてしまって、やっぱりこんだけやってんだよなって。で、しかもその1時間なのかさ、もっと頑張りたかったのに YouTube 見ちゃったとか、やる気が出なかったとかで、自分ができてないなって思ってる時とかにそれを見ちゃうと、やっぱりダメだ私とか、俺やっぱダメだよみたいな、になっちゃうんですよ。そういうスイッチが入っちゃう。で、それが多いんですよ、この夏休み。そっちの悩み、そっちで比べちゃうっていう。で、それがね、ちょっと待てと思ってて、受験ってさ、よく言いますけど、マラソンなわけですよ。短距離走じゃないから、受験って。だって2月、1月、2月、3月の本番、そこで戦うために、みんなが練習してるわけ。勉強っていうものでね。で、例えばじゃあマラソンで 42.195 キロありますよね。42キロ走るじゃないですか。で、この42キロ走り切った時にいいタイムでゴールすることによって合格を掴み取ることが大事なわけよ。一応受験っていうのは。でもみんながね、今例えば今日の勉強時間を誰かと比べて、って凹んでるのって何やってるかっていうと、42キロっていう距離の中で、今たまたま走った20メートル、ほんとちょっとの距離のこのタイムだけを見てるんだよね。この42キロの中のこの20メートル、たった20メートルのタイムが、あの子は、例えば何秒だったって、で、私何秒だったって、この20メートルでたったのね。で、あの子のが早いわ、ダメだ私、絶対勝てないわよ、みたいなことを言ってるんですよ。いや、待てと。たった20メートル、ここのタイムが負けたとしても42キロ負けるかどうかなんてわからないわけですよ。人には勉強のペースがあるわけ。いい？もちろんモチベーションとかも含めてね、ペースがある。だから、人と比べてしまって、今日っていう、多分何月何日の今日っていうだけを切り取ったら負けることはあるよ、きっと。いや、負けじゃないけど、それは。だから大事なことは、その人と比べるのは悪くないんだよ。最初に言ったように悪くないんだけど、その勉強時間とかで比べてしまって、そこで一喜一憂するのはダメだって。そう。自分で決めたペースをちゃんとやれてるのかどうか。前の動画でもちょっと言いましたけど、自分が今目的意識を持ってこれを覚えるために今日時間を使ったんだよって、はっきり分かってるかどうか。その方が大事なんだよ。と思います。はい。それが一番言いたかった。もっと言っちゃうと、その情報、アプリとかで情報とかでさ、こう言われて、まあ、一喜一憂するけど、してる子いるけどさ、それが本当なのって疑ってもいいわけだよね。例えば5時間やりましたって、本当に5時間やってんのとも思っちゃうし、俺は。そういうちょっとひねくれた人間なんで。でも思ってしまうし、その5時間ダラダラやってんだったら2時間集中してる方が絶対勝てるわけよ。濃さが大事だから。時間じゃないから。勉強ないのが大事なので。だから、人と比べることが悪くないっていうことをまずね、ちゃんと覚えておいてほしい子っていうことと、今大事なことは、人と比べてもまあしょうがないんだよ。比べることはしょうがないんだけど、一番は自分のペース、自分がこれをやろうと思ったペースにちゃんとやれてるかどうか、そこに注目する。っていうのでね、ぜひね、この夏休み、あと半分になりましたんで、まあ乗り切ってもらうというか、その夏休みを過ごしてもらえたらと思います。